どうもこんにちは、鈴木のりの鈴木氏です。さて今回は夏野菜の苗作りの現場に来ました。今回は夏野菜の苗作り、そしてたくさん品種があるのでその品種紹介していきたいと思います。はい、今回はね、僕が前勤めてた農業屋の苗を作ってる嬉野農場に来てます。で、今回夏野菜の苗いっぱいあるんで、その苗作りの様子とか、あと品種めちゃくちゃあるんで、その様子をね、農場長に案内してもらおうと思います。うわー、圧巻ですわ。いや、うちら農場長です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、もう回ってんすか。回ってます。皆さんこんにちは、農業や嬉野農場の内田です。今回は鈴木さんの YouTube に出演させていただくということで緊張しています。この嬉野農場では現在3月下旬なんですけども、春の4月5月の苗の出荷に向けて、花菜類を中心に苗をたくさん作っています。農業では家庭菜園初心者中級者の方に向けていろんな品種を育てていただきたいということで、少量多品目たくさんの種類の苗を作っています。はい、こんな感じでたくさん品種扱ってますん で品種ごとに特徴あります。なんでその辺も、農場長の方に紹介してもらいます。それは甘っこですね。そうです、甘っこ。僕はこの甘っこがミニトマトの中で味だけで言ったら一番うまい、そう、はい、味がうまいと言われたらこれを勧める。僕もそう思います。ですよね、はい、これ本当にいろんなものを食べたことがあるっていう方やから分かると思うんですけどコクが全然違う。僕もね、1年目の時にもう全部一通り作ったんですよ。なんかお客さんからも聞かれるから、どれが一番うまいんだみたいな、知らないよと思って、知らないじゃいかんと思って自分で作ったんですけど、この甘っこだけがなんかコクがあるんですよ、はい、トマトなのに。まあもちろんね、好き嫌いありますし、いろんなトマト美味しいですって僕は言いたいですけど、うん、試食した中では味の濃さとかコクはやっぱこれかなという気がします。で、一応僕プチぷよをね推してるんですけど、あれは食感がいいっていうことで、味だったらこの甘っこが僕は一番だと思ってます。はい、甘っこっていう品種として病気の抵抗性結構いろいろ持ってるんで、育てやすいとも思いますんで、はい、甘っこもおすすめ。まあ、今からいっぱいおすすめするけど。はい。もう迷ってください。はい。はい。続きまして。はい、ド定番の。アイコですね、はい。はい。ロケット型、プラム型と言われて。プラム型。夏目型というか、プラム型というか。はい。このタイプが好みという方も結構多いと思います。やっぱり果肉が厚い。ゼリーが少ない。ゼリーのべちょっとした感じが苦手であるという方はですね、一番になってくるのかなと感じます。これの一番いいところは、やっぱ、日持ちするんですよね。ああ。ってから。弁当とか入れても、はい、なんか、ブヨブヨしてないというか。まあ、そうですね。はい。まあ、逆に言うと、皮が硬いというか。そうです、そうです。硬いというと、言い方良くない。そうですよね。怒られるかも。はい、熱いとかね。あ、そうですね、はい。しっかりと果肉があるというか。はい。そんな感じの品種ですね。まあ、あと、個人的にロケットが、プラム型のトマトって、生育が旺盛な、イメージなんですけど、はいはいはい、その辺あったりするんですか。まあ、ミニトマトを栽培していく家庭菜園の中では生育が、弱まってっていうことはあんまり問題にはならないかなと個人的に思ってるんですけど、まあ確かに、まあ、アイコは生育、創生ですね、旺盛な品種ですので家庭菜園でもたくさん取ってもですね、創生落ちにくいかなという感じです。まあ、この形がね好きな方は甘いですしね。はいはい、あ、フルティカね。中玉やったらこれじゃないですか。そうですね。はい、中玉は最近、まあよく売れるというか、まあ大玉がやっぱりちょっと若干下火かなという中で、ミニトマト、あと中玉をですね、大玉の代わりみたいに作る方っていうのは多いですけども、まあその中でもやっぱり、このフルティカは食味がしっかりとあってですね、美味しい。で、まあ圧倒的によく取れる。あとこの中玉って、大玉と小玉の両方のいいところを、持ってるような。いやー、本当にそうですね。栽培面でもそうで、はい、結局大玉やとそれこそさっき創生のこととか言ってましたけど、はい、適化遅れたら弱っていくとか、はいはい、まあそれこそ途中のタイミングで飼育されが起きたりとか、そういうことって結構家庭菜園だと問題になること多いと思うんですよ。そうですね。ただやっぱミニトマトやと食べがいがちょっとっていう方も見えると思うんで、はい、まあ、その間は確かに取ってる。
そうです。はい。適化しなくても十分取れるし、創生も落ちにくいし、で、ただ食べ応えはしっかりあるみたいな。そうです。いいとこ取りな感じはしますね。なんで、もしなんか大玉がちょっと苦手なんだよなっていう方いらっしゃったら、大玉の前に一回中玉チャレンジしてみるといいと思います。多分十分満足すると思います。そうですね。はい。で、品種はフルティカです。じゃあ続いて、ミニトマトの桜もトマトなんですけど、これが一番人気ですよね。そうですね。農業屋でトマトの中で一番売れるのがこれですね。はい。ちょっとその特徴を教えてもらってもいいですか。まあ、なんせ薄皮なんですよね。薄皮ミニトマト桜もと入れてますが、はい、皮が薄い、ピンク系のトマトになりまして、まあ、やっぱりミニトマトの何が美味しいってなった時に、まあ、甘いとかいっぱいよく取れるとか、まあ、酸味もまあ少しあった方がいいとかいろいろあるんですけど、意外と口に皮が残らないとい う食感からくる美味しさ、はい、これがやっぱ受けてて人気。そう、ちょっとこれもね、僕一言言いたいんですけど、やっぱりね、食感ってね大事なんですよ、あの味において。この薄皮トマト、さくらんぼ、外で露地栽培しても皮が薄い、大人気ということと、あと育てやすいなっていうのもなんか個人的に思ってるんですけど、その辺どうなんですかね。はい、育てやすいですよ。失敗したってあまり聞いたことないですし、薄皮だからといって割れやすいっていうわけでももちろんないですね。プランターなんかでも十分育てられます。はい、で、あと気になったんですけど、はい、あ、それ未生ですけど、はい、継ぎ木のさくらんぼトマトの代木って、はい、なんか青枯れ病に強いやつとかやってますか。はい、まあ、家庭菜園でいうとやっぱり、代木の大事なところっていうのは、一番はやっぱり連作がやっぱり家庭菜園で問題になるので、青枯れ病とかですね、連作から来るような病気をちゃんと防ぐようなものを使用してます。あ、他のトマトはもう全部そうなんですか。そうです、もちろん。あ、そうなんですか。はい、まあね、ミニトマト正直ね、ま、何やろうか迷ってる方いたら、このさくらんぼトマト使ってもらったら間違いないです。もう絶対満足します。おすすめしたいのがこのトマトの継ぎ木なんですけども、甘玉ミニトマト、これミニトマトですね。はい、次が完熟中玉トマト、はい、これが中玉トマト、そして完熟トマトということで、こちら大玉、この3種類になります。この苗の特徴なんですけど、こう一般的にホームセンターなんかで売られている、ポットと比べて少し大きい。大きいですよね。 10.5 センチのポットを使ってます。はい、根鉢が大きいということはどういうことかというと、はいはい、根っこがやっぱりしっかりと回ることと、根っこの範囲が大きくなるので上も大きく育てられますよね。はい、大きい状態でお客さんにお渡しができると。はい、やっぱりちっちゃい苗植えちゃうと、初期生育とか最初の方の少し寒い時期とかに虫にやられたりとか寒さにやられたりしてダメになっちゃうことっていうのは結構あると思うんですけど、まあ、そういう心配に応えるというか、心配がないようにこういうポットを使っていて、しかも継ぎ木ですね。はい、はい、継ぎ木ですよね。やっぱそうです、継ぎ木です。ですよね。はい、はい、やっぱ継ぎ木じゃないと始まらないですよね。そうなんですよ。はい、そう、あの未生なんかよりはもちろん高くなってきますが、それ以上の、はい、いや、それ以上の価値をお届けできると思う。そうなんです、あの高いのには訳があると。で、このシリーズも僕もう売ってたから分かるんですけど、普通の継ぎ木苗よりも値段ちょっと高いじゃないですか。それは今言った通り、根がいっぱい張ってるから失敗のリスクが少ないよっていう、だから初期生育が一番大事って、まあ僕動画でも言ってると思うんですけど、その初期生育を重きを置いてるのがこの苗です。家庭菜園シリーズです。あの、まあこれね、多分目立つところにね、店頭行けば置いてあるんで、もう初めてやるっていう方はまずこれやってもらったら間違いないです。味とかって何かありましたっけ。これは比較的一般的な、まあミニトマトなら一番美味しいミニトマトで、うん、中玉トマトなら中玉トマトでコクがあってしっかりと美味しいやつ、そして生育が良くてっていうものを、うち農業屋はですね、はい、日本種苗協会に、はいはい、入っておりますので、種苗メーカーさんと直接やり取りをしていますので、そこの展示会に私が行きましてこの品種なら大丈夫という品種を選んできておりますので、はいはい、美味しくて、よく取れる、まあ、一般的なミニトマト、一般的な中玉トマトという形で、まずはこの家庭菜園シリーズをおすすめしています。なるほど、バランスがいいって感じですか。そうですね、バランス特化型。
ぜひテントに行ったらチェックしてください。これは本当に正直こちらの管理としては非常に大変なんですよね。分かってくれると思いますが、はい、はい、あの同じものを全部作った方が絶対簡単なんですけど、私たちはですね一応店頭で、他にはない品種を家庭菜園のお客さんに作っていただきたいということで、変わった品種もたくさん作るということでこのような生産の体制になってます、今日はですね、品種をたくさんこう、はい、あの紹介できたらと思いますんでよろしくお願いします。めちゃくちゃ話上手いですね。これだけ喋りすぎだよな多分。そうですね。どこで止めようかなと思ったんですけど。